ミスターリュウの間取りチェックです。マンションの間取りの簡単なチェックをしていきます。乱闘派といって、室内の間取りのいわゆる形から見たのを室内乱闘と言います。乱闘だけで判断する場合には建物の形間取りから判断していきます。力派というのはまた少し高度な話で、特に力派の中でも種類がありますけど、私の場合は建空姿勢といって、建てられた年ですとか建物の向きによってこのような数字が部屋の空間にいわゆる出来上がってきて、その壺を判断していくという感じです。実は室内乱闘から簡単に見ていきましょう。室内乱闘でも重要なのは、もちろん室内乱闘も力でもそうですけど、開口部あるいは階段、その他玄関に入るところのマンションは特に影響が強いです。それからこの玄関ですね、玄関から気が直接入ってまっすぐ来ます。ここはもし本当に開口部の窓であれば、皆さんも大体もうご存知かもしれません。老在宅といって気の流れが早いので逃げやすい層になっています。ただここは今壁になってますから、直線の気がそれほど悪い影響は与えてないでしょう。でここでちょっと見る感じでいくと、この本当は部屋と部屋のドアと向き合うというのは良くないですね。どちらかが兄弟であれば喧嘩が激しいとか、どちらかが優秀であればどちらかが弱いという現象という考え方しますので、あまり向き合うというのは良くないですね。で入ってきた時のここの空間の中に凹凸があるものがあると、若干テーブルだとこの位置のありますけど、ここら辺に普通大体柱の位置とかありますけど、今回ここの空間はないので、非常にここはこちらの部屋とも和室とも開口部でできると、別に凹凸もないですから問題ないですね。あとはトイレのドアの正面に、例えばキッチンだとかの正面も台所があると困りますけど、ここはきっちりドアはドアでなっていますね。あとこちらに台所のコンロありますけど、こちらも一応端の方にあって、多分動線的にはここを冷蔵庫とか置くと非常にいい流れになりますので、作りは非常にいいですね。この全体的に見ると、この部屋のここの向き合うだけで、あとここの作りの長方形の全体の流れと、ここからの玄関の直線の際はあってもここ逃げないので、間取りはすごく凹凸も部屋の中ではこういうふうにないので、作りとしては非常にいいですね。ですからマンションでも先ほどというか前回も見たもの、こういうふうにこう棚が突っ張ってると、どうしてもドアのところの正面が暗かったり、こういうふうにこう長方形または正方形の作りにしてもらっているというのは非常にいいですね、これ作りは。さて次にここで風水師が見るのは、この建物の力的な話で、この玄関だとかこの各部屋がいい気の流れの条件にあるかということですけども、こちらも一応こちらのバルコニーの方を開口部が強いということで、一応座高としてこの目安から判断しています。これも建てた年度によってこの組み合わせの数字は違いますけど、今年建てられた建物という前提で話をしています。これもいろんな流派によっては、入居した日ですとか引っ越し日ですとかいろんな考え方がありますけど、ここはあくまでも一般的な流派、あるいは一般的な香港でも話されている建築された年という考え方で今回は話していきます。8と8という数字、これはすごくいい数字です。それと9という数字もいいです。1という数字もいいです。この左と右というのは、実はあまりこれまで詳しく話してませんけど、これには意味があります。左側の数字というのは健康運に影響を受ける数字です。右側は財運に影響を受ける数字です。実はですが、この組み合わせはもちろんそうなんですけど、こちらの右側の数字が9、1、8という数字が活動的な場所にあると非常に財運がいい家になります。逆にこの9とか1とか8のある部屋に寝室があると非常に、これ健康運です。ですからそういった見方でいろいろこの数字には理論が凝縮されたものがあります。もちろんこの組み合わせから1から1、1から2という組み合わせだけで現象のいろんな事例があります。それは一つ一つ全部そのような7、9であればどういう事象が起こるとかっていうのは古典に全て書かれていますが、ここでは簡単にその8、8というのがどれだけパワーがあるかというと、この8、8がちょうど玄関の向きの方位に来てますので、これは非常にいいですね。ですから財運と健康運の星がここから入ってきますので、
でそれもここからすぐこう入ってきて、こちらの方にリビングとか循環しますので、この88という数字が玄関にあるのは非常にいいです。最近新築の計画の時もこの8とか9のある部屋、9のあるところに玄関を持ってくる新築プランが、香港、台湾、あるいは日本でも風水師の方がプランニングする時はこのように作るケースが多いです。あとはこの988と他に一番重要なのが9という数字、先ほど話しましたけど、ただ7と9というのは、7というのはこれ金なんですけども、非常に刃物とかいわゆる怪我とかという層が強いものです。実は八運では7というのは水気と言いまして、あまりこの良い星ではありません。ですから9と7の組み合わせではあまり良くないので、基本的にはあまりその組み合わせで進出にすることはありません。ただ大きくこの2と5とか5と2という、この部屋は絶対に避けるという、いわゆる風水でいう悪い凶は避けるという考え方から、この部屋は使わないとか使ってはいけないという考え方でいきますから、ここでいくと寝室が例えばこの2つどちらにしても、こちら3、4と7、9という部屋になりますので、この2と5というものは避けられてますので、大丈夫だと思います。ただ気になるのはこの2と5というのがここの火の宅ガスコンロの周辺に来てますので、健康的な注意が必要という層があります。ただ一番大きな影響は玄関ですので、玄関から来た8という数字のパワーが強いので、それほど心配することはないと思いますけど、2と5というのは要注意の星です。力的にはこういうふうにして乱闘といわゆる方位から見たその分析をして、総合判断して風水師がどの部屋がいいか、あるいはどの部屋に何を置くかということを決めていくのが本来の風水のあり方です。以上です。こんにちは、ミスターリュウです、私が15年ぐらいですか、風水研究を始めまして、その皆さんに話をぜひ聞かせたいということで、風水入門メール講座を今回始めました。いわゆる伝統的な風水です。こちらメール登録していただければ30日間毎日配信されます。この出典は私がホームページ上で PDF で販売しています本場の風水を100倍活用して幸運をつかむ方法、こちらのマニュアルを元にして作っています。かなり追加しておりますので、内容の濃い伝統的な風水が学べると思います。ぜひメールに登録お願いします。